先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。グリフィン、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目も決まります。高め打ちました。この当たりはどうか、レフトが取りました。ツーアウトです。バッターボックスには2番牧、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトになっています。初球ボール、2球目は何で来るか、は落ちるか、どうだ、丸が抑えて3アウトチェンジです。この回ベイスターズ三者凡退です。0-0、同点です。赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。まあそうですね、やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そうですよね、そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。引っ張った、ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。ピッチャーに打順が回って、先発のグリフィンバッターボックスに入ります。打つ方も好きなんで案外期待できるかもしれませんね。そうですね。初球空振りです。釣り玉でしたね。はい、高めストレート外れてボール。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。落ちる球できました。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。掴んでツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター長野、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。初球打ち、これはどうか、外野大きな打球にあった、レフト線フェアです。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出ました、ジャイアンツです。ツーアウトランナー二塁。初球空振りです。落ちるボールでカウントを取っていきます。ここはあっという間に追い込んでいます。落としてきましたが、これは外れます。4球目は何で来るか、打った、さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。
先制のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。3回終了0対0同点です。4回の表 DeNA ベイスターズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは佐野、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。さあ里崎さん、まずは先頭バッターですよね。まあそうですね、塁に出すと余計な神経も使いますからね、出したくないですよね。そうですよね。ファウルになります。ボールカウントはワンボールツーストライクです。打ちました。ファウルグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは4番オースティン。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。引っ張った、この当たりはどうか、ヒットになった。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。打順は5番宮崎。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね、ええ、ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせたいですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。6番バッター桑原、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。空振り。2球目打ちました。ライトに強い打球、ライトバックバックバックする、ライトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁到達。ジャイアンツピンチになりました。ツーアウトランナー三塁二塁。ここはいいバッティングをされました。ツーベースヒットでランナー二塁三塁となっています。ちょっと慎重になりすぎましたかね。さあそしてバッターボックスには森が入っています。さあ先制を防げるかという場面。まあここまで両チームゼロで来てるんで先制点は重要になってきますよね。なるほど、そうですね。まずは簡単にストライクが来ました。これが2球目。ファウルボールです。今のは変化球を狙っていたようなファウルでしたね。打った、掴んでスリーアウト。先制することはできませんでした。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。先制のチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。丸がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。いいところだったんで打ちたかったですけどね、ええ、まあ切り替えてここで結果を出したいですね。そうですね。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える4回の攻撃です。
さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。赤星さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの心理状態はどんなものなんでしょうか。やはり1点を先にどうやって取るかという意味でも、とにかくどうやって塁に出るか、どのボールを狙うのかを考えていると思いますね。そんなバッティングができるんでしょうか。膝元をつきましたが外れました。打ちました。マキアウト、ワンアウトです。打席には5番バッター岡本。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、最後は見逃し三振に倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球打ち、弾き返した打球はライトへ、ライトが取りました。ツーアウトです。バッターボックスには5番大城。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。インコース決まってストライク。内へのボール外れました。外は入っています。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。打ちました、流しました。高い打球、レフト線、佐野が掴んでスリーアウトです。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。4回終わって0対0、両チームまだ無得点です。里崎さん、ここまで文句なしの投球で来ていますが、どのようにご覧になってますか。理想的なピッチングでここまで来てますよね。まあここからも低めのコントロールを意識したいですよね。本当にそうですよね。低めのコントロールを軸にこの後も投げてほしいと思います。打ちました、流しました。弾き返した打球はレフトへ、レフトが取りました。次はピッチャーの打順ですが、先発の吉野、バッターボックスです。ピッチャーが相手でも気を抜いてはダメですよね。そうですね。切れてますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトランナー二塁となりました。なんとピッチャーにツーベースヒットを打たれてしまいました。まあ絶対に仕留めておかないといけない相手でしたよね。さあそして打席には梶原入ります。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。投手戦になりそうな雰囲気もありますから、先制を許すわけにはいきませんね。なるほど、そうですよね。インサイド打った、ショートが抑えた、一塁アウト、ランナーは変わらず二塁です。一球で済んだのは大きいですよね。ただここからが大事ですからね。無失点でこの回を終えたいです。左中間へ、これは外野へ、
掴んで3アウト。先制することはできませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。先制のチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。赤星さん、そろそろキャッチャーのリードも変わってくる頃でしょうか。ああ、そうですね。各バッターの狙い球がある程度分かっていれば、当然配球も変わってきますからね。はい、打ちました。森、アウト、ワンアウト。バッターは7番岸田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。吉野、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはジャイアンツがグリフィン、そしてベイスターズが吉野、この2人の投げ合いとなっています。アウト、ツーアウト。バッターボックス門脇、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウト、ランナーありません。この回のジャイアンツ打線ですが、もうアウトカウントが2つになっています。ちょっと相手を楽にさせている印象がありますよね。はい、